何でも、あーはーで許す豪快な母が、怒り狂ったのを初めて見た。衝撃だった。俺、院生、実家住み。兄、徒歩5分のアパート住まい。会社員。兄嫁、妊娠中。両親、会社員。おととい、兄が、急に家に一人で来た。混乱してて、何を言ってるかよくわからんかったが、兄嫁さんと喧嘩したか何かで、一人で来たらしい。お腹が大きい兄嫁さんを一人にするなんて。と、母がアパートに様子を見に行ったが、電気がついてなくて、チャイムを押しても返事がなく、寝たのかと思い帰ってきた。兄は、わけわからんことしか言わないので、落ち着かせて泊まらせた。そして、昨日の朝になって、兄が、やっと、少し意思疎通できるようになった。兄嫁さん、喧嘩して実家に帰っちゃったらしい。兄嫁さんの親が、車で迎えに来たと。妊娠中なのに喧嘩するなんて。と、母は兄を叱り。原因を聞いたが、兄は、いつもの会話なのに、いきなり怒り出した。という。このあたりで、出社時刻になったので、両親と兄は出社して、話は打ち切られた。その後、父と兄が帰宅。母は1時間遅れで帰宅。激怒してた。今に入ってくるなり、兄の髪の毛の頭頂部を掴んで。ごらー。兄だけでなく、俺も父もちびりそうになった。小一時間、母の無双状態が続いた後、母がフーフーしながら言ったのがいか。母は、昼休みと就業後に、兄嫁さん実家と連絡を取ったらしい。それで分かったんだけど、兄嫁さんは、早産の危機みたいなのがあって、知識がないので、この辺あやふやですまん。もしかしたら、母子のどっちかが、危険な事態になるかもしれんと、医者に言われたらしい。それを、兄嫁さんから聞いた兄は、ものすごく不安になり、毎日、兄嫁さんと、不安だ、どうしよう。私も怖いよ。でも一緒に頑張ろう。という会話をしてたらしい。兄の、不安だ、どうしようには、バリエーションが増えていき。死んだらどうする？もうやめちゃおうか。逃げたい。離婚しようか。などが加わっていた。その度に、私も怖いけど、一緒に頑張ろう。と兄嫁さんは励ましていた。しかし、おととい、兄がいつものように、不安だ。子供が死んだらどうしよう。と言うと、兄嫁さんはブチギレ。不安なのは、赤ちゃんがお腹にいるこっちの方だ。毎日ネガティブなことばかり言われて、なんで私が、毎日励まさなきゃいけないんだ。限界だ。と言い、号泣しながら親に電話。前から、話がついてたみたいで、あれよあれよと連れて行かれる兄嫁さん。兄、大混乱しながら我が家に来る。これがおとといの話。真相を知った母、兄を。何を自分が励ましてもらって、甘えてるんじゃ、ごらー。と怒鳴り、髪を掴んだまま振り回す。お前が励まさんかい。それどころか、何を精神的に追い込んでるんだ。早産したらお前のせいじゃ。という意味のことを、きっつい方言で怒鳴りまくり。兄は、痛い痛いと泣き。俺はただ見てた。父は、口でやめろと言ったが、母に怒鳴り返され、黙った。その後は母が、二度と顔を見たくない。兄嫁さんに離婚されても、受け入れろ。と、兄をアパートに追い返し、兄嫁さん実家に電話で陳謝。兄嫁さん側は、とにかく無事な出産だけを考える。ちょっと遠いけど、病院にはうちが送迎する。コロナもあるし、しばらく来ないでくれ、と。離婚になるかどうかは、出産してから考えると。さっき兄から、母ちゃん、まだ怒ってる？と、のんきな LINE が届いて。兄貴、こんな変な人だったっけ？と驚いてる。